だったらまたよろしくね。リコちゃんね、うん、算数習ってきたんだよね。すごいじゃん。だからニーチェルに問題を出します。私ね、算数ね、苦手なんだよね。ダメダメ。問題ですから、ちゃんと答えてよ。はい、わかりました。よろしくお願いします。問題。リンゴが1個、バナナが5本、キウイが2個、イチゴが3個あります。5人で同じように分けるにはどうしたらいいでしょうか。はい。え、もう分かったの？うん、だって簡単だもん。バナナは5本あるから1人ずつに1本ずつ分けるでしょ。うん。あとは5等分して分ければいいじゃん。不正解。不正解？うん。じゃあ答え教えてよ。皆様も分かってますよね。分かってます？皆様も分かってますよね。分かってます？分かってるよ。そうかな。だから教えない。ちょっと教えないとさ、分かんない人も中にいるからさ。知りたい？いや、普通に知りたいでしょ。私知りたいし。それでは正解です。うん。絞ってジュースにして同じ量にして分ける。それってさ、算数じゃないじゃん。ズルじゃん。ズルじゃないよ。ちゃんと算数だよ。いや、ズルだよ、それ。ねえ、それ、誰に教わったの？うーたんだよ。うーたん？うん。ダメだ、こりゃ。ダメだったら、またよろしくね。ちょっと、うーたん。なに？チコちゃんに変なこと教えないでよね。